さあやってみようか。嘘じゃない、この目で見たんだ。嘘じゃない、この目で見たんだ。信じますよ、もちろん。詳しく話していただけますか。声をかぶせるなよ。ということでね、今回からはクレア編をやっていこうと思います。バイオハザードですね。はい、まあ見たことあるムービーが多いかなというところではありますので、まあ省略できるところは省略をしようと思うんですけど、まあね、初っ端のムービーからね飛ばしてっていうのはちょっとなかなか寂しいものがあると思うんで、ここら辺はね、お見せしながらね進めていけたらなというふうに思います。はい、今回普通にクリアをして、まあ、前回のねレオン編の表最後のところでもお話はさせてもらったんですけど、一応ね、前回パート、じゃない、今回終わって、で、レオンじゃない、クレア裏でレオン裏をやっていくっていう流れでね、今後も進めていくというふうに思います。若干ね、ちょっとね、パソコンの調子がぶっちゃけ悪いところもあるので、まあ、カクカクになってしまうかもしれないんですけど、そこはもうご愛嬌ということで許してもらえたら嬉しいでございます。はい。シンブラ、前前デュン。さすがにね、この距離でね、ブーンって、あれやったらもう終わってるよね。多分、無理。はい。ということでね、血も滴るいい女だったな。雨も滴るだったって、なんか水も滴る、なんかそんな言葉あった気がするけど。さあ、果たして今回どうなっていくかね。まあ一応その初見プレイ的な感じというか、初回プレイ的なところでは進めていく予定ではごわすので、どうしたらいい。なんだっけ、忘れてしまった。そう。レオン編と同じくね、一応全部、回るべきところは回っていこうかなと思います。どうなんだろう、西海岸9月末でしょ？雨降ってるとはいえ、そこそこ寒いんじゃない、この格好。まあでもそっか、2月に行った時でも、半袖のおっちゃんとか普通にいたもんな、ロサンゼルスとか。これが西海岸のどのあたりの位置なのかっていうのはちょっとよく分かってないけど、まあそれでもね、みんな心配性なんだから、半袖で過ごすのが当たり前の世界だって。日本でもさ、2月3月とかでさ、海外から来た人たちでさ半袖でいる人たちなんか普通にいたりするもんね。そうよかった本当に、まあアメリカいいっすけどね。さて、これノーブラなのかな、ねえ、それかハーフカップのブラをつけてるからよね。そんなことよりも早く入れてね。やっぱだって気になるじゃん、結構さ、バイオのヒロイン系のキャラって当たり多いよね、動画。まあクレアはあんまり、ちょっと兄貴だから、そこもなんか、なんだろうな、偏見含めてちょっとあまり魅力を感じない部分もあったりはして残念なんだけど、まあ、それはそれでいいとして、いないの、ね、普通にだってジルとかさ、レベッカとかさ、まあこれのエイダも微妙だなとか、アルビーに出てくる、どうだろうな、ジル、まあ、ジルは普通に美人か、大丈夫、今回探索は特にせずに入っていこうかな。見てくる。今完全に手すり抜けてるんだけど大丈夫、じっとしてろ。大丈夫ですか。大丈夫だ、下がって。あれだよね、多分ね、クレアが入ってしまったことによって食われちゃった感じだね。非常に申し訳ない感じがするよね。さてさて、うまく抜けられるかどうかなんてな。大丈夫そうでしたね。ここ毎回ね、前回のねレオン編の時もね、すっげえドキドキしながらね進んでたんだよね。まあじゃあ普通にレオンと再会しまして、はい、結婚行きましょうかね。はい、アイスボックス、待って、すでに着替えているっていう、これは
ら多分あれだな、ラクーンシティから引き返して、ん、美女が俺を呼んでるっつってぐーっと戻ってきた結果、ここを出ないと。これもレオンの車残ってないんだよね、普通にね。大丈夫か。どこにレオンの車を止めてんだろうな。なんとか、ありがとう。あとクレア、礼を言うのはまだ早そうだ。何なのこれこれ何の音に惹かれてこんな来たんだろうな。まあこれ普通に考えたらもう終わっ、こんな世界だと花どこだ。よし、かわす。乗れ。さすがゴリスの妹。捕まってろ。さあ新しい冒険がまた始まるね。じゃあ進んでいきましょうか。何が起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？どうしようかな。こうまた見ても仕方ない。レオン・ケネディ。だけど君は？まあ、クレア。クレア・レッドフィールド。オープニングムービーが始まったら一旦カットでもしましょうか。この町の人？いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。出会えてよ。この先一体どう？こういうところからあれだね。口説き癖で。そうだね。しかも彼女に振られて先びたりになってね、あの昇進中のレオンさんだから、もう美女がいたら誰でもいいっていう感じになってるんだろうなただの女ったらしだよね。もうこの頃から変わらないっていうね。だってバイオシックスなんかでもさ、誰だったっけ、あの子、あの子、あ、誰だったっけ、忘れた、ヘレナか、あのおばちゃん体型ヘレナね。まあ当時24歳っていうね、2013年だから33、まあまあ、なかなかな、ない、あの熟女子になってるんじゃないですか、うん、ね、全然オープニング飛ばしてねえじゃんお前って思うでしょ。あのね、ちょっと思ってるところでね、切ろうと思ったらオープニング飛ばしちゃうとね、相当短いパートになると思うんで、多分あのもう警察署たどり着いたら、その戻るってところまでやると結構長くなっちゃうかなと思うんで、あのレオン編と同じくね、警察署にたどり着いたところで一旦区切ろうと思ってます先に宣告しとくわ。こうなる段階でね、国との連絡っていうのはつかなかったのかねって思うけどね。そのバイオハザード2アポカリプスって映画の方あるじゃないですか。あんな風にこうね、感染が広がり始めましたっていう状況だったらあるけど、だって9月の22とかですもん、なんか22か23か23に G が発生して、でネズミのせいでウイルスが拡散したみたいになってるけど、もうそんな状態になっても5日も経ってさ、国も何も動かないって言ったらさ、98年当時とはいえガバガバじゃねって思うんだけど。さあ、ハム、ソーセージ、お食事タイム、歩くしかなさそうだ走るの間違い。ああ、そうだな。おい、うぜレオ、早くバックして。さあ、こんな状態からさ出るってまず不可能だよね。だけどさ、2人さ、このトラックが突っ込んでくるから思いっきり出ようとしたけど、そんなことしたらやばいよね。あー、ハンバーガーおじさん、この人なんだったっけ、ジャックとかパー、なんかファミパンおじさんとか出てきてたけど、この人なんだ、ハンバーガーおじさんとかなのかな。でまあ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 、誰かぶちならいいんだけど、息がダダ漏れですよ。ガソリンってあんなところに入ってくんだね。うぅ、こんな、嘘でしょ、本当だよ。よかったね、これ顔面から言ってたら多分もう顔面アウトだったもんね。顔面セーフじゃないからねさあ無事にたどり着けるかな。案外ね、こういうところで初歩的なミスをして後ろ振り返れずにいで、ゾンビの群れに突っ込んでって、だって
これあれだよね、なんか街のゾンビとかもさ、一周目クリアして無限武器手に入れた状態から始められてさ、なんか一掃できたりとかしたら気持ちいいんだけどね。ここら辺のゾンビを一体も倒すことができないまま進めなきゃいけないっていうのがね、結構辛かったですよね。うーれっぺ来てる、すげーすげーすげー。あれこっちじゃない気もしたけど、まあいいか。あ、ちょっと、こういうことが起こるんですよ。こういうことが起こるからダメージを受ける可能性があるもんっていうね。とりあえず警察署に向かっていきましょう。初めてやった時もなんかほんと迷路みたいな感じで、どこ抜けてったらいいのっていうのが分かんないままやっててさ、なんか結局後ろを見ても前を見ても横を見ても斜めを見てもゾンビゾンビゾンビってなって、死にかけたっていう記憶がある。あ、こっちかこっちかみたいなね。さあ警察署をたどり着いて、あ、じゃあもうあとちょっとで終わりだね。意外とねこいつのね、調子に乗ってね正面行ってねダメージ食らうっていうのはね、あるあるだと思う。ういやべ。ここら辺の中庭の観察もね。てか普通にさ、これあ、レオン警察署で会いましょうって言ってんのにさ、警察署入れる気ねえやんって思ったんやけど、気のせいだよね。はい、じゃあ一旦ね警察たどり着きましたんで、あ、まだ10分ちょいか。まあでも区切りが区切りなんでね、一旦ねここら辺で終了とさせてもらえたらというふうに思います。ということで、新シリーズですね、クリア表編をやっていこうというふうに思いますんで、ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。本パートもよろしくお願いします。捨てます、捨てれない、捨てます、捨てます。はい、ということでね、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。